皆さんに見せる顔がない。おはようございます、おはようございます。目が開かない。おはよう、そしてこんにちは。おはようございます。みんなごめんなさい、7時起きれなかった。今まだベッドの今ベッド配信、あ、布団配信ずっとここにいた。朝起きたの9時だった、ごめんなさい。朝配信しますとかも勝手に言っちゃダメだ、ね、眠たそう。なんか何度もしました、今日なんかわかんないけど。しかも見て、ここに素敵な寝癖の王者がいる。かわいい。うちも寝る寝したから、今まだ布団一緒やな、一緒やな。なんか面白い。私の寝起きはこんなもんだ。起こして。自分も今日休みだからベッドでゴロゴロしてる。本当に目が開かない。目が開かない。おはようございます。ちょっと待って。髪の毛切れた。もう嫌だもん、ほんとに。でも、うち一回6時半に起きてたもんね。あー、ごめんね。6時半。超さ、めっちゃセットしたんだよ、私。すごいセットしたのに。で、しかも、朝起きて、なんか、いじられた時用に、てか、超ベッドに寝ようとしてます。あのサングラスとかも用意してたのに、今かけてあげる。あ、サングラスも用意してたんだよ、ほら、おはようみたいな。実際の動画見てるから。そう、私ね、動画見出したらよ、止まらないんだよね。しかもさ、早く寝るなんてもう何年もやってないんだもん。チラリ、目めっちゃ乾燥する、やめた。このサングラスマジ眩しくないやつ。ベッドナウ。幸せの極み。マジこれ配信事故なんだけど、本当に恥ずかしい。
全然しんどくないよ。前の寝起きがこんな感じっていうこと。めっちゃ恥ずかしい。なんか恥ずかしい。顔パンパンやな今日。今日も。3時頃までツイートしてたから、朝起きれるか心配してた。マジそうだよね。私もさあ、やばい、明日6時半に起きなきゃいけない、あと3時間しか寝れないとかいろいろ考えてたんだけど、本当に寝れなかった。あ、起きれなかった。なかなか見えないし、デイ配信、いや本当だよ。私マジで何で1回目はパッて目が覚めたのが9時だったんですけど、で9時でうわやらかしたと思って、とりあえずファンのルームに、ファンルームに行ってごめんなさいって言うじゃん。でそしたらその次はピンポンってなってきて、もうなんだよと思ったら電子レンジ来た。電子レンジ来たけど、どうやってさ設置すんのって感じ。大きい箱だけお兄さん置いてどっか行った。嘘でしょ、ココア作ったんのに。おはよう、ホットココアできてるよ。そう、なんか食べたい、お腹すいた、お腹すいたけど眠たいとか、このベッドの幸せが残ってるからちょっとまだ外には出れませんね。まだ設置してない。箱が、段ボールが玄関に。うん、こんにちは。今日の昼ごはん焼きそばでした。いいな。置いてコンセントとアースつなぐだけやね。アースって何？世界。アースって世界だよね。電源を入れるだけ。とりあえずコンセント入れれば大丈夫。今が必要、かわいい。レンジくっそ重いで、10キロって言ってた。10キロの子供って思ったらいいのかな。クジラさん、お手伝い完了、ありがとうございます。今日暇だから取り付けに行きたいけどね。来てくれ。今日の仕事の昼休み中だから5分ぐらいしか見えない。名人さん、みんなほらお仕事してるやん。昨日ね、ツワイスの動画も見すぎて夢の中でずっとキャンディーポップがかかってた。目が痛いよ。寝起きすっぴん変すか。ガチの寝起き、ガチのすっぴんです。
寝起きも可愛い。可愛くないよ、マジで。パンパン。レンジつなぐ配信しよう。ガチすっぴんだよ。ガチすっぴんだけどさ、むくみがやばい。起きた時この体勢だった。下向いてるみたいな。顔パンパンこう。寝癖がやばい。寝起きなのは声でわかる。だよね。非常に低いところから声を出している。なんていつものおはよう、なんかいつもの出しやすい声だと出そうとすると、おはようございますって。おはよう、皆さんおはようございますみたいな。どっから声出したんだ。言い方重い。きっと舞ちゃん電子レンジ乗ってるわ。ごめんね。そういえば昨日ツイッターでいいねと返信ありがとう。ありがとう。こちらこそありがとうございます。コメントしてくれたりとか。レンジ配信してくれたらみんな教えてくれるよ。今から食う前の5551の肉まんはチンして。うわー、食べたい。めっちゃお腹すいたし。ダメ、私は一番最初にココアを作るって決めたんだよ。クマ来たよ。え、嘘。ああ、びっくりした。マイケルさんだ。マイケルさん、クマありがとうございます。びっくりびっくりびっくり。声違うから。恥ずかしい。恥ずかしい。今なら、ゆうさんのものまねね。できない。そろそろお昼ご飯食べよう。なんちゅう声出してんねん。ね。目が痛い。目が痛い。なんか糸みたいなの入ってそう。今。痛い。どこにいるんだ。ブラシぐらい白いって感じだよね。手ぐし。手ぐしで元通り。むっちゃっていうか起きてきたけどさ、だいぶ髪ボサボサじゃん。やばめだよ。やばめだよこれ。結構やばいよ。超寝癖なんだけど。外跳ねしなくていいね。こいつ寝てたのめっちゃわかる。そう、うまいね。こうやって寝る人なの。あ、ほんとね。左向いて寝る人なの。昼だけの寝起き配信だ。
ガチすっぴんと聞いてなんか興奮してきた。なんでなんで。でも私ガチすっぴんで配信したこと何回もあるけど寝起きはない。今見てる人たち超レアだよ。これは将来の旦那にしか見せないと思ってたのにな。昼だけど寝起き、寝起き配信だ。そうやろ。仕事戻ろうと思ったけどあと 2,3 分寝れそう。名人さんやったね。心臓を上にした方が。今日は大丈夫だけど番組 MC 決まってから寝過ごしできないから注意しないとね。あ、本当にリアルにお説教だ。ありがとうございます。将来の旦那さんが400人超えてる。本当だ。スピンだと幼く見えるね。顔洗えよ。本当だよね。よだれついてるかもそこら辺に。何か夢見た？なんか見てたと思うんだけどな。忘れちゃった。よくない。お腹空いた。彼氏だったら、まいおはよう。ブランチだよって感じか。ね、ブランチ行こうって言ってほしい。みどりさん、みどりさん50プラス星投げ一周終わった。星集めに行く。言った、ありがとう。メイジーさん、そろそろ仕事に戻るね。また夜の配信見ます。え、私も計算に入れてくれるの？ありがとう。ジャーキーあげよう。ありがとう。食べたい。ジャーキー大好き。みどりさん、よし、2周目泣けるぞ。ありがとう。川端タンニャンさん、ランチ何食べたい？寿司。寿司食べたい。お昼も夜も朝も前は寿司が食べたい。弓を覚えてる方がいいとカードキャプターさくらで知った。ね、前もそれで知った。その記憶しかない。シュータさん、二度寝したのかな？二度寝どころじゃないよ。四度寝ぐらいしてる。ひろたんさん、でも仕事に戻るね。仕事頑張ってください。寿司三昧。たくちゃん、JK がいると聞いて。おはようございます。JK です。ストさん、2週終わり。
どうしてもステオーシスできずに参集できません。シュウさんこんにちは。サーモン握りましょうか。シトリックさん、サーモン食べたい。眉毛怪人さんおはようございます。まだ眠そう。眠くない。30秒で寝れる。デビル、デブメタルさんおはよう。まいちゃんおはよう、ありがとう。だるそうな JK。 全然だるくないよ。全然だるくないけど眠たくないだけ。一つ確認しておきたいのですが、まいさんはリアクション芸人目指してるのですか？そんなことない、そんなことないです。可愛いセンスの女の子を目指してます。寿司のネタは何が好き？いくら、ブリ、サーモン、あ、この前芽ネギってやつ食べた、美味しかった。あと、つぶ貝。暖房かけてるの？かけてない。あ、激お腹すいた。ブリとか渋いな。ブリ大好き。あ、たくちゃん、じゃああれ、講習戻ります。またね、頑張ってね。佐藤かほさんから来たメール見たら、まいさんのキングリマスクのパーカー着てる。やった、嬉しい、ありがとう。縁側好き。うん。寝坊の件はレアな寝起きすっぴん配信。うん？に見れたので許します。ありがとうございます。お寝坊さんしてごめんなさい。お寿司をお茶漬けで食べたい。スーパーの寿司ネタを見ると、そうかな。なになに、差が縮まってる。何が何の、目が痛い。和孝さん、
まえちゃん、おはこんにちは。うゆきのまえちゃん、かわいすぎ。ハート。そんなことないっす。朝お風呂入ったりする？入るときもある。でも基本やるかな。まえちゃんおはよう、眠たそう。ちょっとだけ目が大きすぎて落としそう。落ちないですよ。まえちゃんお疲れ様。寒いね。まえは今とってもあったかいです。すごいポカポカしてる。朝シャン配信来ないよ。こんにちまいまい、勇者ボクさん。眠そうやな、まいちゃん。ひろっぱさん、こんにちは。初見です。おはようございます。竹内まいです。今日はちょっとレアな時に出会ってしまった。ありがとうございます。お部屋に入ってくれてありがとう。ひろっぱさん、普段はもうちょっと起きてます。朝シャワーを浴びないと寝癖が言うことを聞かない。今日は外も少しあったかい。お、いいね。今から仕事なんで星いっぱい投げるね。星投げとくね。ありがとうございます。スズランと婚約さん、オカメチカメラさん、このありがとうございます。発電子レンジのチン音聞きたい。こんにちは。仕事休み、昼休みです。ひらはらさん、ありがとうございます。寝起きでこの目の大きさ、芸能人だな。そんなことないよ。変わんないよ。みんなと一緒だよ。春はまだかね。春早く来てほしいよね。春になったらいちご狩り、もういちご狩りできる季節だよ。あ、忘れてた。私昨日いちご買ったんだ。いちご食べようと。朝ごはんはいちごだな。でも全然すっぴんに見えない。嘘、見えるよ。全然すっぴんだよ。見てこの前髪の浮き具合、くせ毛がすごい発動してる。昨日は1パック食べてたやん。食べるよ。新鮮なうちに食べる。余裕で1パックいけた。一
1月うつぼジュースにして内山さんに飲ませてみるとか。どういうこと？内山さんが近くにいません。ちかめろさん、前々の2じゃないよの動画はたまに笑いたい時にちょくちょく見て元気にさせてもらってるありがとうございます。あ、ストロベリーパンチってこと。おねだりさん、2周したからさあさあ仕事戻るね。いってらっしゃい。よく芸能人が寝起きドッキリしたてると化粧バッチリみたいな顔面偏差値今日は寝起きドッキリありそうだよねとかなったらメイクすんのかな。福引き64回引ける。なんでなんで、すごいね。なんで？ストロベリーパンチの二人はイチゴがつぶつぶジュースが大好物。そうなんだ。知らんかった。ゼロポジの浮きドッキリは今と同じ。ゼロポジやったかで寝起きしてたよね。そう、あの時も寝起きドッキリ。てか私に本当はされる予定じゃなかったんだけど、旅館が怖くてはるちゃんの部屋にいたらみきちゃんと3人でか。そしたらなんかちょっと巻き添い食らった。前々布団に入って亀みたいやな。うん、そうなの。今亀なの私。ゼロポジといえば歌唱力で優勝したやん。懐かしい。でもまたなんか今歌のやつあるよね。一回も弾いてなかった。